小松幸子筑波大学准教授、これまでフランス語、特にケベックのフランス語に興味を持たれた経緯についてお話しください。はい、私は元はフランス文学を専攻しておりましたが、フランス語教育へ研究の中心が移ってまいりまして、現在はフランス語教育とフランス語圏、ケベックを含むフランス語圏の言語や文化について研究しています。私がケベックと最初に出会いましたのは、まだ学生時代にパリ留学時代、ケベックからの留学生と親しくなったというのが最初です。で、当時パリからモントリオールとケベックへ2度遊びに行きました。ただその頃はまだ良いところだなという漠然とした印象しか持っておりませんでした。その後日本に帰国しフランス語教師になりまして、2004年にケベック政府主催の夏のモントリオール大学でのフランス語教員研修に参加することができました。でこの時にケベックにおけるフランス語の歴史ですとか、ケベックの人々のフランス語への強い思いを知ることになりまして、これがケベックについて強く関心を持つようになったきっかけとなりました。でその後自分でも関係書などを読みまして研究を続けてまいりました。で2008年に日本ケベック学会が設立されまして、ちょうど私のケベックへの関心が高まっていた頃でしたので、迷わず入会をいたしました。それでは特にこのケベックのフランス語についての研究や教育に関してですね、どのようなご活動をされていらっしゃいますか？はい、フランス語教育の分野ではこれまで圧倒的にフランス中心の教育が行われてきました。しかしフランス語はフランス以外の多くの国や地域で、ケベックもそうですけれども多くの国や地域で話されている言語です。で、このようなフランス語の世界的な広がりをフランコフォニーという言葉で呼んでいます。日本のフランス語教育の分野でも近年は少しずつフランス以外のフランス語圏、フランス語の世界へ目が向けられるようになってきました。でフランス語の持つ多様性についての理解を進めるということが今後のフランス語教育の課題になってくると思います。そこで私は、ケベックですとかフランコフォニーについて日本で紹介する活動を進めております。2010年にはフランコフォニーへの旅というフランス語の教科書を執筆いたしました。また日本ケベック学会、そして日本フランス語教育学会の活動を通じてフランコフォニーの推進のために努めております。そして4年前から毎年12月にフランコフォニーを発見するというシンポジウムが東京で開かれておりまして、私もこの組織実行委員になっております。それではですね、これからの日本とケベックの関係を展望されて、今後ケベックについてどのような活動を考えられていらっしゃいますか？フランコフォニーの中でケベックが果たす役割は非常に大きいと思います。フランス以外でフランス語を母語として話す 人が、最も多い地域であるということもありますが、アメリカ大陸という、英語の圧倒的な英語環境の中で、これまでフランス語を守り抜いてきたというケベックの歴史が非常に重要だと思います。また現在移民社会としてのケベックでのフランス語の現状ですとか今後の展望、こういったものにも強く関心を持っております。これらのことはグローバル化を迎え移民の受け入れが進む日本にとっても大変示唆深い事例であると思います。ですので私は今後とも
ケベックにおけるフランス語の現状や、フランコフォニーの中でケベックが果たす役割など研究を続けてまいりたいと思います。それから、フランス語教育の関係者はほとんどがフランス留学経験者で、ケベックについて詳しい方は少ないですので、ケベック政府が行っているフランス語教員の研修へ、日本からも多くの方に参加していただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。